今回紹介するスレはこちら。とある魔術のインデックスのガブリエルとかいう穴がなく強い手合 1.5 ぐらいのキャラ。攻防速がまんべんなく強く倒しても復活する上に、倒される寸前に不安定になって爆発という実質的な攻撃すらも可能。こいつって結局どういう存在なんや？エイワスとかコロンゾンとかの親戚か？別位層に生息するエネルギー生命体。ほな天然の風切りみたいなもんか。エイワスは聖守護天使だから、こいつとは本来全く別の存在、リアルオカルトでも禁書でも。天使と、聖守護天使が別存在として描かれているし、ただ、別位層のエネルギー体なのは同じと見ていいんだよな。召喚状が壊れても力が削がれるだけで、北極圏の氷を溶かして力を取り戻そうとするから手に負えない。旧約で出てきたのはナーフされてるんだよな。これでも、不完全な状態で呼び出されたけど、最後はコントロール外れたせいで、本来の 100% の力で権限しようとするから召喚された規定値を超えて暴走して爆発してしまうというから神城は四苦八苦した。アレイスターやメイザースやクリスチャン・ローゼン・クロイツやアリスの次ぐらいには強いよね。第六巻に対する偽装とか小技もあるのが、本質は水みたいなもんだから粉々になった後も自動で元通りになるという、なお倒されると同時に存在が不安定になると数百キロメートルが爆発する自爆をする。やる気になれば地球の近くレベルなら一瞬で分解するアストロインハンドできる時点で規格外。想像世界の法則で力を振るうのがデフォって考えると大天使って普通にヤバい存在だわ。垣根の進化ツリーの最終がこれなのかな。有名だから手の内がわかってる。プラス単一系統でレパートリーもわかりやすいので、似た強さの連中の中では比較的相手しやすい方な気はする。かっこ気がするだけ。穴がないステータスして安定した力振るうから怖いんだよな。理論上最大スペックなら宇宙全土斬撃とかある橋かけ超絶者なんだろうが怖いのはこっち。アレイスターみたいに天使メタで瞬殺できるならともかく。卒業式 SS で上条を展開に迎えに来た。上条からガムもらってたし、懐いたんかねえ。そもそも人間が五体層な儀式やってようやく召喚する力の大元だからな。文字通り格が違う。偶然の産物とはいえそれを引きずり下ろしたあのお土産ってよくよく考えたらヤバい代物なのでは？ガブリエルは魂は下ろしてるけど体は召喚体で本体は天界なんだろうな。エイワスも本体はずっと位相の向こう側にいて出てきてない。割とちゃんとした人格もあるのかわいい。確かに超強いけど、手合 1.5 だったのは旧約の頃の話じゃないか？今は一般超絶者にも普通に負けると思う。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。